今の武道をこれ活言でないといえども敷いたくにはこれどうしてもあら座禅してるっちゅうのに生き生き座禅していてもこれ、ね、俺はいい座禅になったって敷いたくにこう分かる。そうしたらもう座禅は外れて考え事してる。今座禅しながらいい座禅になったなって座禅しながらそう思っててもさ、そういう妄想を書いてる。結局座禅じゃないようなもんでね、狙わなきゃな。しかしながら当たりってことはない。いやだから私がいつも言うでしょ、その壁に向かって狙っていながら当たりがある話ならパチンコ屋へ行けって言うんだパチンコ屋ならこうやってやってて、そしてチンジャラジャラって当たりが出てくる。ところが座禅ってやつは一生懸命狙っていながら当たりはない。当たりはない。だから一方は物足らず、あの足らずと覚えるないっていうのもこれ弁当案にあったね。これ全く座禅してて当たりがないんだからちっとは物足りない、その物足りないっていうところを一生懸命やるっていうことが大切なんですよ。みんな物足りようと思うからダメなんだ。物足りぬままその満ち足りてっていうところがなきゃな。そので、だからその俺が座禅しながら確かに俺は悟ったって、そういうのが分かるんだったらこれ敷きたくして満足するんだね。俺はそれが分からない、だから物足りない。しかしながらそのただやってるそうです。で今の奉行これ活言税なりといえども敷きたくには法を敷きたくせんために現状せるにあらず、これ測るためにねやってんじゃないんだ。ただ行事、ただ現状してる。活言税の敷きたくは予報の敷きたくと同じかるべからず、この一歳分の一歳の事故ですね、それの活言税、それは測りようがないんだ。でまあもし測るとしたら、いわゆる一歳分の一の私の目で測れない。予報の敷きたくと同じか。これ唯独寿命料四人諸府県という言葉だね。ただ一人自ら明らか明瞭なので四人には全くわからない。それでこの本当に一歳分の一歳、それをただ狙ってやってるっていう時は本当は全くその予報の敷きたくと一歳分の一の私の世間的分別的敷きたくとは全く違うところだ。でただ、唯独寿命の世に諸府県でだからね、座禅するの一番大切なのはね、真を持て下校する、仏法を下校する間は万を戦勝上からっていう、その随分消防元素随分気になるね。その仏法をね心でもってこうどういうもんかなって考えてる間は、絶対にダメだ。それでただ身をもって売るないと、これ実際にやると、さっき言ったように、主観と客観と一枚の境地って、ね、一生懸命趣味人がね机の上で考えてるような、そんなんじゃダメなの。本当に万をもって同心となして実際に助けかけて働いてるっていう真っ只中に一つのところがある。で主禅有無敷き空等にあらただ奉行なる
前にはただ幕下なるのみないっていうのがたくさん出てきたけど、ここではただ無業なるのみない。だから諸悪の場合と同じようにですね、この幕下無業ということは、この自己切りの自己のいわば内在構造としてのこのあれですね、内在構造なんだな。でいわば生命力、私の本来の生命力のまま一歳分の一歳の自己が一歳分の一歳の深さに向かってその行動をするっていうのは、これはね本来の生命力です。だからその辺の雑草がただ伸びる、これも生命力で伸びるわけね。私たちも生命力を持ってその一歳分の一歳の深さに向かってただやる。だから自然生む四空等にある、生む四空っていうとね、もう脳症が立って、うとかむとかって言ってね、四季だ空だって言うと脳症が立って、今そんな脳症の立つもんじゃ、ただ無業なるのみ、いずれのところの現状、いずれの時の現状も必ず無業なる、ただ行じているだけだ、現状ってことを行ずるところにある、この無業に必ず修善の現状ある。ただやっているところに本当の修善もあるんですね。現状する無業の現状、これ公案なりというとも、消滅にあらず因縁にあらず、あら今現在が現在になること、現状ですね、これは絶対事実なんだけれど、この公案っていうのはさっきも言ったけど絶対事実だ。だいたいね、公案っていうのはね、名付けてこうという案はね、平不平名付けてこうという、主文名付けて案と言うんですけど、結局これ不平を平らず名付けてこうという、文を守る名付けて案というってことね、とこう平らでないところを平らにするのがこうだと、まあ普通は考える。ところがこっちの文を守るっていうのね、仏法としてはね、仏法っていうのはいつでもね、もう絶対を言うんでね、平と不平とってこう分かれた話はあれなんですね、もう分別の話だ、世間的分別。仏法っていう限りはね、平と不平とっていう二つがあったら、どれが平らでどれがその平らでないのかって分からへんねん、本当は。そうじゃない、平不平名付けてこうというとこを呼ぶべきだっていうの、これは仏法の呼び方だ。それから文は守るっていうね、名付けてあるという、これ
文中に行ったって本当はどれが文なのか、とにかくそれがそのまんまっていう、それが仏法の話ですね。それで安というっていうのはこのあんまの あのここにあるこれはこれはこれ、これなんですよね。これは手辺を手辺に休んずるっていうのはこうあの慣れてあんまのあんだ結局ね。で文を守るって言っても本当に俺が俺になるの元老美徳っていうね、この道元禅師の言葉、目は横鼻は立てて、それがねその己の分守ってんだ。ほいで平らなんだ、不平平と不平と俺が、ね、一つになってるところは何か、目は横鼻は立てっていう話だ。これね、うん、今のその平等っていうことをみんな平等平等って平等がいいように言うけれど、だけど例えば足がだね、俺は一生踏んづけられて、こうしてあのその体を運んでいなきゃならない、手のやつは結構なもんだ、目のやつなんかただ上の方にくっついてて、あのただキョロキョロしてりゃいいんだっつって、あれ意味るんだっつって足がストライキを起こしちゃったら、そしたら困るじゃないか。で 目はだね、 目は俺はこれでもう働いてんだと、眉毛なんか見てみろ、何もしなくていいそういうんでおのおのそのみんな平等なのって言ってみんなが眉毛になっても困るんだし、でその眉毛に言わせりゃ、俺なんか寒い思いしてる、へそなんかいつも包まれて結構何もしないで楽いいきょって言ってで茶沸かしてりゃいいんだって、そういうもんじゃないんだわ。でみんなおのおのの働きでそのまんま文を守って俺が休んでいてるのね、手で休んずるとこいうのがある、それが公公安中のだから、その他との兼ね合いなし、絶対に、みんな絶対に、みんな他との兼ね合いでもってあの平等だ不平等だっていうんだね。そうじゃない、私は私なりにって、それだけが大切だ。この頃も私の親類の人が死んだ、70過ぎてからね、俺はママ子でもって生まれて親父やあのママ母にいじめられて育った、俺は、一生哀れな人間だったって、78で死ぬのにそういうちょっと私どうかと思ったね。それがさ、最後に入院する、もうダメだっていうんで入院するときにそう言って78にもなってその愚痴こぼしてるっていうのは俺どうかと思うね。俺、まあ子供の時ママはいじめられたって言って悔しいって言ってね、今ママは言ってるの、これはまあ話しようか。しかしながらどんな生き方してこようと、このもう70、80になったら俺は俺っていうね、ところがなくちゃしょうがないじゃないか。その結局大切なのは俺は俺っていうところで、なきゃダメですよ。いや、どんなね、ことをしようと、その、人が認めてくれようが、認めてくれまいが、俺はこれでいくって、それだけで、そういう、それも、強情張ってそうなんじゃ困るね。そうじゃない、一歳分の一歳天地いっぱいの俺なんだっていう、これはもう動かせないんだから、どうせそういう意味で天地いっぱいのその一歳分の一歳としての行動をするっていう限り、もう他との兼ね合いないんだから、ただ他なんていうことは考えないでいいのね。それで
それをまっすぐにやるってことなんです。で、奉行これ公安なりというとも消滅にあらず因縁にあらず、だからもう今他との兼ね合いなしだから、その消滅にあらず因縁にあらず、その士官やってるっていう時、どこにね因縁とか業とかってそんなこと言う余地があるかっていうことですね。で、奉行の入室等もまた格のごとし、これはね、その諸法審にして法にいる、これにいるっていう意味ですね。それから中間にして法を、中間に従して修行する、これは従というのは修行のことで、ついには法を超越して出る、これが出ですね。だからこの入従出、これも本当は全て公案なんだ、もう絶対事実なんだ、他との兼ね合いじゃないんだ本当は。これまあ今の時代の話に持ってくれば、今の人たちが小学校、いい小学校へ入るために幼稚園、中学へ、いい中学へ入るためにこの小学校、から高校へ行くために中学、大学へ行くために高校、就職するためにこの大学の、そしてですね、結局定年になるための就職、墓参りに入るための定年というか、それだったら最後何もなくなっちゃいだめ、結局はね、これその入従出っていうのをね、これそういう他との兼ね合いで考えていつもみんな行動してんだ、それがバカな話だっていうのを一生懸命言っててもみんなわかんないんだから、これどういうもんかな。いや、以前にもそのもうこの頃そういうバカなことは私しなくなったけど、以前例えばあれですね、 PTA の、 あの集まりにしゃべりに来てくれって言ったらしゃべりに行ったこともある。そういう時にその、高校へ入るための中学でなし、大学へ入るための高校でなし、試験を受けるための勉強でないんだっていう話を一生懸命やってさ、お母さんたちに聞かれて、で受験勉強なんていうのはそんなもののためにやるのは違うって話したんだけれど、いいお話だけれど、だけれど私のうちの子どうでしょうってそんな話になっちゃうんだからね。だからあんなものはね、もうまあ好き勝手にやらせておけばしょうがない。でそんなもの、そういうお母さんたちの相手に喋ってる無駄、全て無駄だって分かったから、だからそういうの相手にしないんだ。で、ここで喋ってるのはその点結構なんだね、私の前、私みたいに結構な人間ないよ、これちゃんと私の言葉を分かってくれる人だけがしか集まんないんだからね、それでこれは結構だ、それでだから精一杯やってるだけだ。しかしこれがこの私の話を聞いてる皆さんがまたそういう生き方をね、こう、これ雰囲気として出すじゃない、おのおのの家庭帰ってもね、それがまた人をこう伝播してくるところがある。でまあ私の場合もまあ弟子たちっていうのもそうだ、弟子たちっていうのが一つ弟子作っときゃそれはまた伝播するんだ。この間も安泰に行ってびっくりしたな、もう孫弟子の方が多くなって結構なもんだと思うね。やっぱりね、私は本当にその点申し訳ないけど、まあ生き方してんなと思うよ。それでその点入入室、これ消滅にあらず因縁にあらずっていうのね、ただやるっていうところじゃなきゃダメなんだ。
決してその就職のための大学じゃないんだ。修禅の中の一禅、すでに奉行するところに人法前進、真実地と共に奉行せらるるなりと。だからね、修禅の中の一禅、今こうするとにかくやるっていうね。だからこれ徳一法、通一法、愚一行、修一行っていうね、これ現状法案にあるけど、私の場合、例えば天祖の時は天祖だけ一生懸命やる、今ここじゃ喋る会議で喋るっていうだけ一生懸命、これ今ここで喋るっていうためには一生懸命一月の間消防源の一生懸命食べてる、それで一生懸命やる。でその時にね、すでにこの一膳をやるときに人法前進真実地と共に奉行せられるなり、これ人知人会人事人法だ。この人一切自己人の自己だから、私の世界そのものがもう変わってんだ、やってるんだ、これただ今こう喋るっていうのはもう私全部の世界をやってるんだね。先にその諸悪作られず成り行くところに修行力たちまちに現状する、その現状は人知人解人事人望を要として現状するなりとあったけど、この結局人法前進というのはその人知人解人事人望のこと。この禅の因が同じく奉行の現状法はなり、この善の因があったらその報いとして善の果が得るという、そういう善の因果というのはあれですね、同じく奉行の現状考案なり、この今やる奉行において絶対事実としてその因果が現状してるという、これはそうだな。その因果っていうのをね、時間的に過去の因、現在の過去、あるいは現在の因、過去の過と、あ、未来の過ってね、そういう、こう時間的な向こう側じゃない。今やってる中に因果がね、もう含んでるわけです。一歳分の一歳だから。で、因果それぐるみ今やってるわけ。因果それぐるみの行なんです。行に内在する因果なんです。それだから先の地は因は先、果は後なるにあらざれども因円満し果円満。これ大乗、大乗仏教でね、大乗の因とは諸法実相、大乗の果は諸法実相、これ結局諸法実相だ。諸法実相というのはいます、私の言う生命の実物だ。で、つまり因も果も諸法実相で、これ因円満し果円満、天地いっぱいの絶対因力に惹かれて天地いっぱいの永遠の行をやるというだけだ。で、因等法等果等法等なり、今因も果も結局の話生命の風景だから、とっていうのはあのどれもこれも同じ等しく保つっていうね、意味で風景だ、生命の風景。因にまたれて果感ずといえども前後にある、前後等のどうあるがいい。だから確かに因に待たれて果を感ずるというけれど、前後の話じゃない。前後っていうことさえも、いわば当、当時、他との兼ね合いなし、自己切りの自己の生命の風景なんだ。今、だからね、さっきってずっと言ってるけど、この自由三昧ね、私が私を私するって、沢木氏が言ってる。自己切りの自己の話で、その時善も、五も
先も後もそのないな、ないって、ただ風景だ。今こうやるわけ。それが、これでまあ、修繕奉行の話をやったわけですね。次に今度、事情5位の話、ちょっと読んでみますと。事情5位というは、マクサの字なり、マクサの上なり、字の五なり、字の稲荷、マクサの五なり、マクサの稲荷、ま、奉行の稲荷、奉行の上なり、奉行の五なり、奉行の字なり。軽がゆえに、是所仏教というなり。いわゆる諸仏、あるいは自在天のごとし、自在天に道不道ありといえども、一切の自在天は諸仏にあらず、あるいは天輪王のごとくなり、しかあれども一切の天輪上王の諸仏なるにあらず、格のごとくの道理、工夫、感覚すべし、諸仏はいかなるべしとも学せず、いたずらに苦心するに掃除せるといえども、さらに塾の主上にして、行仏道にあらざるなり、マクサ及び奉行は、路地、いまださらざるに馬事、到来なり、ここまでが事情5位の話ですね。結局ね、仏法としての諸悪マクサ修繕奉行は、さっきもここに図書いたように、その一歳分の一の自分が、横に向かってですね、いいことをし悪いことはしないという、そういう話じゃなくて、そのいわば深さに向かって、そのただやる、深さに向かってただやるという話なんだからね。これだから事情5位というのは、その自らその意を起用する、これそういう意味です。一歳分の一歳が、さっきもここに書いた一歳分の一歳としてのあれが、ただ声の深さに向かって、だからこれその横的関係じゃないから、これ図に書けないけど、深さに向かって罪清くなっていくこと、これは北教に例えば、北教の言葉にね、自己の拠り所は自己のになりっていう言葉で、自分の本当に頼り所は自己以外にない、よく整えられし自己こそ良き拠り所なれ、こういう言葉、要するに結局整え、自己のよりどころは自己の見ないって言うんだ、俺は俺なんだって頑張ってるんじゃないか、本当に整えられた自分だけが本当のよりどころだと、こういうこと、この整える、これがまた難しいって問題なんですね。それでまあ坊さんたち整える、やっぱりその人からよく見られなきゃそれでもってこう、なんていうかね、いわば作り顔しちゃってさ、そしてこう、やることが整えるっていうことかと思っているのが多いわけだね。この頂点ね、これは結局ね、その今自由三昧以外に頂はありえない。自由三昧をただするというそこが頂だ。今の事情5位の上、これもそうだ。あるいは頂上っていうけど、信徒は頂上の儀っていう、この頂上って隅清くなるったって、その
あれですね、なんかスカッとした境界になるって、そんなんじゃないんだ。自己銀の自己が自己銀の自己になっていく、その深さにただ向かうってね、どれほどはかあの深気よくなったか、それは測れない、この測れないような深さなんだ。今はね、さっきもあった引き宅にあらずったでしょ、これは唯独寿命の世に諸不権なんだ。あれ決してあのの俺は清らかになったってね、嫁さんもらわないからってそんなんじゃねえんだ。もっと自己切りの自己、人一切自己切りの自己のあれですね、これはもう本当に唯独寿命の世に諸不権のとこだ、ね、そういう事情語彙ですね。ところが事情語彙だんだん強くなっていくのかな、ね、そんなもんじゃない、今ここでやるってことなんだから、今ここでやるっていうところに事情語彙があるんだ。こういう時その事情語彙っていう、そんなその言葉の、この事情語彙っていうだけでも時間かかるじゃない。ただやるっていうところにね、今こうやるっていうところにそんなね、この時間的に長さないんだ。ただやる、それをね、時間的前後の序列じゃないんだぞっていうことを言うために、今こう自情語彙というは、マクサの字なりマクサの行なり、字の語なり字の意なり、マクサの語なりマクサの意なり、奉行の意なり奉行の行なり、奉行の語なり奉行の理なりと、こう土下に書かれてるんですね。要するにマクサって言った時にね、もう字がある。それでマクサの行なりって、マクサのところに行がある。字の語なりって言うとね、マクサの情内って言ったってね、この情っていうのも苦に対する情じゃないね。その普通は情っていうと、こう汚れてるところが、そうじゃない、風空風情風造風源なんだからね。その、般若心経に出てくる人一切自己切りの自己のところには汚れる赤つかずっていうね、それで風空風情風造風源のところをやるんだから、これはね、このマクサの情なりって言っても、この苦に対する情じゃない、そういう苦と情と超えたところの情。字の語なりってね、これも自分に対する字じゃない、字と他に対する字じゃないね、これは人一切自己切りの自己の字だ。語なりって言って、語って言ったらそれって言って指す、そのそういう語じゃない。であるところ我が生命、人一切自己切りの自己、字のいなり、これも意識のいいじゃない。でマクサの語なり、マクサのいなり、奉行のいなり、奉行の行なり、奉行の語なり、奉行のいなり、とにかくただ今ただここやる、そこのところにね、事情覚えがある。かるがゆえに是所仏教と言わない、結局ただ幕さ、ただ奉行、他との兼ね合いなしっていう、これが無双なんですね。無双、相がない、ただやる、他との兼ね合いなしだから。だから例えば私っていうんでもね、この
細君に対しちゃ夫ですよ。子供に対しちゃ父でしょ。そしてその上役に対しちゃ下役だ。それからのお客に対しちゃ売り手だ、販売人だ、セールスマンだ。でまあそういうふうにしてこういうふうにこう我々言葉歯との兼ね合いの世界に自分という層ができちゃうんだね、普通はね。ところが今人一切自己人の自己っていう時はこれはもう層がないんだ、無層なんだ。これが実物なんですね、人一切自己人の自己っていうのがね。これところはみんな普通はあれじゃない、今日の新聞のちょっと片隅に出てたけど、あのあれだね、自分のところの販売部長っていうのがその辞めてからその商売始めたっていうのね。ところがその部長だ、俺は部長だっていうとたくさんのそのあれがあって、うん、その買うなんていうかあの相手があったわけですね。それが俺がその会社辞めてからまたその商売始めたらそういうのが相手にしてくれるだろうと思った。ところがその部長を辞めちゃったら何にも相手にしてくれなかった、とうとう失敗したっていう話がちょっと出たけどね。あのそりゃそうだよね、これそう俺だと思ってんだからね。そういう人多いと思う、私が言うけれど、その鎖につながれてるとよく吠える犬っていうね、あれと同じ人がいるわけだ。でそれ今そういうのをバラにして人一切自己人の自己のこれが生命の実物で生きるって、これが大切なんですね。そうすると いわゆる諸物あるいは自在天のもとして、これ自在天っていうのはね、北方のあのまあ三心がある、仏さんも三心がある。それでまあその諸物あるいは自在天のごとし、しかしながらね、自在天はの三心っていうのは今言うこれあれだ、私が細君に対して夫、子供に対して父、上役に対して下役っていうような調子でだ、嘘なんだ自在天の三心は。それに対して仏は無双だというのね。で自在天に同不動ありといえども、一切の自在天は諸物にあらず、自在天はね他に対して固定的に無双なんです。それに対して仏さんの三心は木に応じてただ総合を表すのみで無双だっていうね。これはこの仏教の場合無双が大切なんですね。はあの金剛般若経に200点書僧
もし諸僧の僧に僧にあらざるを見ば、すなわち如来を見ると、いわゆる本当はこの世の中いろいろのすべてこのこれは黒板だ、これは障子だ、これは壁だ、これは電気だっつってね、一つの層を見てるわけね。あれは松だ、あれは苔だ、みんな層を見てる。しかしながらそれの諸層は本当は層に行ってないんだね、そういう形、松がいつでも松じゃない。例えばアリにしてみたらあれは松だとは思っちゃいないね。ただあれ登ってくのに、その松の木の幹に登ってくのにね、あれなかなかその登りであるわいと思って登ってんじゃないそしてその葉っぱの先に、ね、なんか癒しないかと思って探しに登ってんのか。で何もあれを松が松だと思っていないわけですね。でこれみんなその決まって松は松だとは思っちゃいないわ。でこれまたうんと上空から見たら、松なんてのは本当に埃みたいなもんじゃん。地球上の埃みたいなもんだ。それで何も決まってるものはない。で層、諸層の層にあらざるを 見ればすなわち如来を見ると。如来っていうのは本当に如来如故、本当に来たるがごとく去るがごとくの姿ですね、を見ると。それからまた一切の諸僧の一切の諸僧を離れれば、すなわち離る、それをすなわち諸仏と名付く。一切諸僧を離る、すなわち諸仏と名付く。全くの層を離れる、これが仏さんなんだね。だから全く無層ってことが仏教の一番大切なことです。それに対してこの自在天とかその次の天輪両方っていうのは、まあ言うのは無層だ、あるいは天輪王のごとくなり、しかあれでも天輪上王の諸仏なるにあらず。これもあれです、天輪王は、天輪上王は32層を持つ、仏さんも32層を持つって言うんだ。それではその点は似てる。しかしながら天輪上王は無層だ、仏さんは無層だ、こういうんです。で格のごとくの道理、工夫三学すべし。だから我々が今自称五位っていうのは、あのただ奉行なんですね。ただ奉行というのも決してこの他との兼ね合いなし、嘘じゃなくて無双でただやるっていう、そこが大切だ。これはあの何かやってる限りは何か姿を持ってるわけだね。持ってて、まあ天輪上にも似るだろうし、諸仏にも似る、自在天にも似るだろうけれど、しかしやってるところは無双だ、こういう。例えばね、あれですね、何かやるっていう、これを他人の目を意識しながらいいことやってるっていう人は随分いるじゃない。例えば電車に乗ってて老人が入ってきたって言って、そして他人の目を意識してどうぞっていうのか、ただスッと立ってどうぞっていうのかって、やっぱり違うじゃん。層があるかないかね。俺とにかく座席一つ譲んでも一応の形はあるわけだけど、しかしながら本当にそのやり方は無双仕事があるわけです。ただっていう時は無双。それに対してちょっと他人の
あれを意識しながらっていうのは嘘だ。そこですね。で、諸仏はいかなるべしとも逆せず、いたずらに苦心するに似た掃除せいといえども、さらに塾の主上にして行仏道にあらざるなり。これがところが仏道修行者もそうだ。仏道修行者も諸仏っていうのは一体どういうものか、そういう無視あれですね、こういう諸仏っていうのは無相なんだ。それを知らないでいいことなら何でもやるっていうのはダメだっていうんですね。これも金剛僧の言葉ですが、実に法として如来はあのくたら三百三菩提を得ること、あること、なしって言うんですね。仏さんっていうのはね、これまああのくたら三百三菩提っていうのは悟りって言ってもいいです。仏さんは悟りさえも得ることあることなしってもね、いや仏さんちは悟り開いたもんかと思ってんのにってね、仏さんは悟り開いていないんだって、これそういうあの本郷経にはたくさんそういう言葉ありますよ。我あのくたら三百三菩提においてないし消防のうべきあることなし、これをあのくたら三百三菩提と名付くとかってね、まあ如来とく実務方法あのくたら三百三菩提品、こういう言葉もその本郷経状況を よく読んでみると面白いね。みんな仏さんっていうのは悟りさえも持っていない。悟りさえもその得ていない。家督あることなしだから。でそれが無相だ。この無相が大切なんですね。それをよく諸仏はいかなるべしとも学せず、いたずらに苦心するに掃除せりとも、それをね。仏さんって本当の仏さんっていうのはそういう悟りさえも持たない無双のもんなんだ、それをよく知らないで何かコロッとした悟り、無双のものをね、無双の悟りを開こうって言って、それでやってるっていうのはさらに塾の修行にして行仏道にあらざるない。これが大切だ。その悟りのために一生懸命やって、それで悟ったって言ったら、これ仏法と関係ない。仏法はどこまで行っても無相なんだから、それ俺悟ったって言うの、さっきの販売部長みたいな、俺のが言ってくれりゃ商店はみんな買ってくれるだろうって思ったんだねそんなの誰も買っちゃくれないもの。本当の無相のところでやらなきゃ、無相のところでね、やってるのは結局その実物っていう時に何の役にも立たない。マクサおよび奉行ロジ未ださらざるに場に到来なり、ロジさらざるに場に到来ってのはね、ロバのことがロバがまだ去らないのにもう馬がやっ
要するに路地の迷いの諸悪を取り除いて初めて修善の罰が後からやってくるとそういうもんじゃないってことです。で結局自分のエゴイズムを手放しにしたらもうそこにだね、一切分の一切の行がもうそこに現状してる。そういうものがね、そのだから悟りを脇に取り除いて、悟りじゃない、迷いを脇に取り除いて、なくなったから、それから初めて悟りがやってくるっていうんじゃないか。その自分を手放しにしたところ、それが一切分の一切現状ね。そういうのがね、生命っていう、生命の実物の話はそういうもんなんだ。それをパッと悟って、いよいよ俺も悟った、俺は悟ったって名刺に吸ってこう配るような、そんな悟りダメなの。ただ今ここいかに自分を手放しにして行動するかって、それ一つだ。でここでまあ事情5位の話が終わって、それから唐の八居岩っていうのはこの次になりますね。でこの次はもう話はあれなんで、これと同時に宇治の町をやろうと思っていますから、これもあとはざっと読めます。No.